魔晶粒子汚染によって動けなくなったラクサス、望みをかけて放つ一撃はアサルトワールへと届くのか。そして南方のウェンディとシェリアも育装とめディマリアを相手に大いなる苦境に立たされていた。そんな中、彼女たちの前に新たな魔女が現れるのだった。次回、静かなる時の中で、悠久の中で、時の旅人は静かに微笑む。